皆さんこんにちは、ロペルンです。今回はこちらシックザールさんって書いてあるんですけども、開けてみると、はい、じゃじゃーんということで、今回はシックザールさんの革軸ペンと新ケースの方を紹介していこうかなと思います。以前の動画でこちらシックザールさんと私ロペルンがコラボした、僕が監修したロールペンケースの動画を上げたんですけども、こちらを送ってくださる際に一緒にこちらの革軸ペンと革軸の新ケースの方も送っていただいたわけなんですよね。本当にありがとうございます。せっかくなんで今回はこちらの革軸ペンと革軸の新ケースの方も紹介していこうかなと思います。まず最初にシックザールさんについてなんですけど、もうシックザールさんは革工房となっておりまして、熟練の職人さんによる一生ものの革製品を作っている革工房さんなんですよね。一生ものということで、ずっと使っていただけるように丁寧に最高級の革製品、厳選された革を使用して一つ一つ手作業で作っている革工房なんですよね。特にシックザールさんの目玉の製品っていうのはこちらの革軸ペンなんですけども、最近こちらの革の新ケースであったり、今回僕が監修した革のロールペンケースとかも作っていて、いろんな革製品を製作している今話題の革製品の工房となっております。一つ一つ手作りに一生ものということで、最高級の革が使われていて、丁寧に作られていることからそこそこお値段は張ってしまうんですけども、本当に最高級の革工房となっております。その中の今回は革軸ペンと革の新ケースということで、早速ねこちらの革軸ペンの方から見ていこうかなと思います。はい、こちらとなるわけなんですけども、シックザールさんの革軸ペン、革にはヌメ革が使われております。お値段は 14,950 円ということで、そこそこお値段は張るんですけども、本当に丁寧に作り込まれていて手作業となっているので、このお値段となっております。サイズ感は長さが約 13.6 センチ、太さは約 1.1 センチ、重さは約 31.5 グラム となっています。かなり重たい部類になるんじゃないかなと思います。今まで木軸ペンとかがめちゃくちゃ流行っていたんですけども、あんまり革軸のペンっていうのは見ることが少なかったんじゃないでしょうか。まあ一応あったんですけども、結構世に出回るっていうのは少なかったので、今後ねこういう革軸ペンが広まっていけたらいいなと思っております。革軸ペンということで、名前の通り軸には本革が使われているんですけども、さっきも言ったなんですけども、軸にはヌメ革が使われております。ヌメ革っていうのは植物の渋にも含まれている成分タンニンを使って牛の皮をなめした表面加工をほとんどせずに仕上げた革となっているそうです。数ある革の中でも最も革らしい雰囲気なので、革の中の革とも言われているらしいです。その中でこちらのヌメ革が使われているんですけども、最高級のヌメ革が使われていて、非常に上質な質感となっております。ヌメ革は経年変化していくと色が濃くなってツヤが出てきます。まあ、こちらもね木軸ペン同様に経年変化するということで、使っていけば味が出るんじゃないかなと思っております。ここのクリップの部分に沿ってこのような感じで縫い目が入っております。心配する点がこの縫い目がほどけてしまうんじゃないかなっていう意見もあるかもしれないんですけども、シックザールさんはここの縫い目にもこだわっているんですよね。どんな感じで縫い目にこだわっているかっていうと、一つ目は手作業ということですね。この縫い目に関しては一つ一つ熟練の職人さんが手作業で縫っているということで、しっかりきつく縛っているっていうのはもちろんですし、しっかりと検品して問題がないようになっているそうです。二つ目は糸の素材ですね。シックザールさんの糸は普通の糸が使われているのではなくて、細かい繊維を数十本まとめて編み込んだかなり丈夫な糸が使われているそうで、
強くてしなやかで水や擦れにも強いポリエステル製の強い糸が使われております。なのでほどけるっていう心配は必要ないんじゃないかなと思います。かなりしっかりと作り込まれてるのがシックザールさんの革軸ペン。そしてこちらの金具の部分と革の段差に関しても全くなくて、細かいところまで精巧に作られているんじゃないかなと思います。クリップの裏面にはシックザールさんのロゴが入っていて、これはレーザー刻印がされているそうです。こちらのシャーペンのデザインなんですけども、一見見ると野原工芸のシャーペンに見えますよね。こちらが野原工芸のシャーペンなんですけども、金具は野原工芸と似たような金具が使われているそうですね。ただこちら野原工芸の金具ではなくて、元々からある金具ということでこんな感じとなっております。そして金具の部分に関してはゴールドになっていて、こちらも高級感がありますよね。ペン先はこのような感じでパイプスライド式となっております。パイプスライド式で強い筆圧を加えると芯が引っ込むクッション機構も搭載されております。そしてクリップですね。クリップに関してはそこそこ柔らかめの素材となっていて、挟みやすいんじゃないかなと思います。そしてこちらがノック部分ですね。ノック感に関してはそこそこ柔らかめになっていて、柔らかめなんですけども、しっかりとしたノック感になっていて作り込まれておりますね。ノック棒を外すと消しゴムがあって、消しゴムを外すと新タンクとなっております。だいたいこんな感じということで、実際に書いていこうかなと思います。はい、ということでシックザールさんの革軸ペンということで書いていこうと思います。はい、ということで書いてみました。書いてみての感想なんですけども、かなり書きやすかったですね。重量が 31g ということで重たいペンなんで、重たいペンが苦手な方にとっては注意が必要なんですけども、まあ、皆さんね、こういうね、重たいペン、野原工芸のペンとかに慣れてしまっているので、野原工芸のペンを普段使ってるよっていう方にとっては全然問題ないんじゃないかなと思います。かなりしっかりとした作り込みで、パイプスライド式なんですけども、ガタつきも全くなくて、かなりサラサラとした書き心地で非常に書きやすいなと思いました。この金具と革の段差に関しても全くないので、かなりしっかりと作り込まれていますし、もちろん革なんで使っていけば経年変化も楽しむことができるということで、いろんな面でこだわり抜かれた書きやすい革軸ペンだったんじゃないかなと思いました。ということでね、こちらがシックザールさんの革軸ペンとなります。続いてこちらですね、シックザールさんの新ケースとなります。これは割と最近発売となったシックザールさんの新製品になるんですけども、こちらも革が使われております。お値段は 15,950円となっていて、サイズ感は長さが約 7.8cm、 太さは約 0.05cm、 重さは約 26g となっております。新ケースということでデザインはこんな感じとなっていて、革以外の素材に関しては真鍮となっております。真鍮なんで 26g ということで結構ずっしりとしておりますね。そしてこちらの新ケース、革ももちろん魅力的なんですけども、もう一つ特徴がありまして、ここを見てくださると分かると思うんですけども、ここに HB って書いてあるんですよね。実はこちらの新ケース、中に入っている芯のコードも表示することができるという便利な新ケースなんですよね。ここのキャップを外して、ここも回るようになっているので、ここを回すとこのような感じでコードを変更することができます。 2H から 2B まで変更することができて、ここのコードに関しては彫り込みとなっております。真鍮製ということでかなりしっかりと作り込まれていて、非常に重厚感を感じさせるんじゃないかなと思います。そしてキャップのネジの部分に関してもゴムパッキンがついていて、簡単にネジが回ってしまって芯が散乱してしまうっていうことも少ないんじゃないかなと思うので、細かいところにも気を配られた新ケースなんじゃないかなと思います。
芯に関してはこっから入れるんですけども、目安としては 0.5 ミリの芯が約50本入るそうです。そして今回使われている革なんですけども、フェブロレザーのペトローリオっていうカラーリングが使われております。ペトローリオということで、こんな感じの青緑みたいな色となっていて、これもなかなか渋くてかっこいいですよね。このカラーリングプラス真鍮のゴールドの金具がよく合わさっていて、ヴィンテージ感のある雰囲気なんじゃないかなと思います。基本的には製法に関してはさっき紹介した革軸ペンと同じで、熟練の職人さんが一つ一つ丁寧に作っておりますし、糸にもこだわっている感じとなっております。そして裏面にはシックザールさんのロゴが刻印がされております。はい、こちらが新ケースということでね、これもなかなかいい感じですよね。はい、ということで以上となります。今回はシックザールさんの革軸ペンと革軸の新ケースの方を紹介しました。こちらも送っていただいたということで本当にありがとうございます。まあ今は木軸がめちゃくちゃ人気なんですけどもね、今後はこういう革で作られた革軸ペンとかも流行っていけたらなと思っております。お値段はそこそこ張るんですけども、厳選された革で、しかもね、熟練の職人さんによる一つ一つ丁寧な製法ということで、非常にこだわり抜かれた製品だったんじゃないかなと思ってね、なかなか感銘を受けました。ということで以上となります。ご視聴ありがとうございました。バルベ。